こんにちは、もとこです。本日ご紹介する編み物はこちら。この、ルナモールというモールの糸を作って編んだバゲットハットになります。こちらのバゲットハットなんですけど、長編み3目の玉編みをこう組み合わせながらボーダー状に編んでいってます。で、間に鎖編みを入れてるんですが、その鎖編みの入れ方と玉編みの入れ方によってこう丸くして広げてっていう風に編んでいます。その編み方をご紹介したいと思います。そしてこれがボーダー状に編んだもの、そしてこっちがじゃじゃーん、白一色で編んだもの。なんかこうボーダー状に編むとこの玉編みのボーダーって感じなんですけど、こう一色、白一色だけだとなんかこんな感じでちょっとこう模様が分かりやすいというか、こっちもこっちですごい可愛くって、なんかこうちょっとヴィンテージっぽいファッションとかに合わせるとこの秋可愛いかなと思っています。じゃあ早速編んでいくぞ。はい、糸はこちらを使用していきたいと思います。浜中さんのルナモールという糸で、こういうモールの糸ですね。ポリエステル 100% のちょっとこのギュギュッと詰まったモールの糸になります。そして色番、黒が10番、アイボリーが11番、そしてブラウンが3番のお色の、この3色をボーダー状に編んでいきたいと思います。使用するかぎ針は7号針を使用して編んでいきます。はい、それでは編んでいきます。帽子のトップはこんな風に編んでいきます。基本的に、この帽子は、長編みの3目一度の玉編みを、編んでいきます。もうひたすらただただ玉編みを編んで、間に鎖編みを入れていくっていう風に編んでいきます。それでは1段目は輪の作り目に玉編みを 1,2,3,4,5,6,7,8、 そして間に鎖編み2目を編み入れていきます。それでは編んでいきます。まずこのように糸を持ってくるっとこんな風に糸を持ちます。だいたい7センチぐらい糸端は残していきます。そしたらこの針に糸をかけて鎖編みをここで 1,2,3 目編みます。そして針に糸をかけてこの輪の中に針を入れて、途中までの長編みを2目。この玉編みをあんまりきつく編んじゃうと糸を引き締められなくなるので、あんまりギュンギュンに編まないようにしてください。そしたらこのように立ち上がりの玉編みが編めました。そしたら鎖編みを2目編みます。そしてまた針に糸をかけ、次は途中までの長編みを1,2,3 目。そしてこのように針に糸が4本かかったらこれを一気に引き抜きます。また鎖編みを2目、このようにして編んでいきます。あと6回ですね。あと6回玉編みを編みます。はい、今この最後の鎖編み2目まで編めました。そしたらここで一旦これを引っ張って引き締めます。そしてこれは長編み、とじ針でこの結びつけて始末をします。はい、それではこれを立ち上がりに鎖編み3目を編んだと思うのですが、その3目目に針を入れて引き抜き編みで閉じます。これで1段目の完成です。はい、それでは2段目は糸を変えていきます。そして糸を変える前に、玉編みをこの玉編みと玉編みの間に編み入れていくんですね。なので今ここ引き抜き編みをしたら、このこちら側にこうやって引き抜き編みで移動します。そしてここから糸を変えていきます。2段目は、前段のこの鎖編み2目ですね、玉編みと玉編みの鎖編み2目、
こちらを束ですくって玉編み、鎖編み1目、玉編みという風に編んでいきます。そしてまた鎖編みを編んだら、この鎖編み2目にを束ですくって玉編み、鎖編み、玉編みという風に編んでいきます。はい、それでは編んでいきます。まずこのように針に糸をかけて糸を入れ替えます。はい、そしたらここで鎖編み3目、そしてこちらですね、前段の玉編みと玉編みの間の鎖編み2目を束ですくって玉編み、そして鎖編み1目、そしてまた同じところを束ですくって途中までの長編みを3目、そして一気に引き抜く、こんな風にして編んでいきます。鎖編みを1目編めたら束ですくって長編み3目の玉編み、鎖編み1目、このようにしてぐるっとぐるっと1周編んでいきます。はい、2段目最後の鎖編みまで編み終わりました。立ち上がり鎖3目の3目目に針を入れて引き抜き編みで閉じます。はい、次は3段目を編んでいきます。3段目と4段目はこの1段目を編んだ白い糸と同じ色で編んでいきます。そしてまず3段目はこの鎖編み1目の部分ですね、こちらすべての鎖編み1目に、長編み3目の玉編みを編み入れていって、この間には鎖編みを、2目ずつ入れていきます。はい、それでは3段目編んでいきます。2段目編み始めた時と同じように玉編みと玉編みの間に移動します。そしたらこの糸、今こういう風になっているのでこの白い糸に持ち替えて、ここから編んでいこうと思います。まず立ち上がり鎖編み3目、そして束ですくって鎖編みを2目、そしたらまた隣を束ですくって、鎖編みを2目、玉編み、このようにしてぐるっと一周編んでいきます。はい、3段目編み終わりました。4段目の編んでいく時も同じように隣に移動して編んでいきます。そしたらここは糸を変えずに白を2段でいくので鎖編みを3目、そして玉編みを編んでいきます。はい、そしたら4段目は前段の鎖編み2目に、玉編みを2つ編み入れていきます。なので長編み3目、一度の玉編み、鎖編み、玉編み、鎖編み、そしてまた束ですくって玉編み、鎖編み、玉編み、そしてまた鎖編みを編んだらまた束ですくってっていう風に編んでいきます。はい、じゃあ4段目を編みます。鎖編み1目、そしてまた束ですくって途中までの長編み鎖編み1目、このようにしてぐるっと編んでいきます。4段目編み終わりました。だいぶ模様ができてきました。それでは5段目
5段目は黒糸に変えていきます。糸を入れてキュッと、で間にこういう風に糸が渡っていきます。でこの糸が気になるっていう方は一段一段糸を処理しながら編んでいっていただけたらと思います。で糸の処理の仕方は長編みの3目のバゲットハット、ボーダーのバゲットハットで紹介しているのでそちらを見ていただけたらと思います。はい、それでは編んでいきます。5段目、5段目は前段の鎖編みに、それぞれ長編みの3目一度の玉編みを1つ編み入れます。そして間に鎖編み2目、前段の鎖を束ですくって玉編み、鎖編み2目、玉という風に編んでいきます。はい、編んでいきます。ここで鎖編みを1、2、3、そして前段を束ですくって、そして鎖編みを間に2目、そして途中までの長編みを3目してから玉編み、そして鎖編み2目、このようにぐるっと編んでいきます。はい、5段目まで編み終わりました。これで帽子のトップの部分が完成しました。はい、そしたら6段目から12段目は増減なしで編んでいきます。なので6、7でアイボリー、そして8段目でブラウン、9、10アイボリー、11ブラックっていう風に糸を変えながら、編んでいきます。そして前段の鎖編み2目すべて間に鎖編み2目が入るように編んでいくんですが、この鎖編み2目の部分を長編み3目1つの玉編みを編む、そこですくって編む、そして鎖編み2目、玉編み、鎖編み2目とずっと12段目まで編んでいきます。はい、そしたらここでアイボリーの糸に変えていきたいと思います。このように糸をかけて 1,2,3 鎖編みを3目、そしたらここで束にすくって、鎖編みを2目、また前段鎖編み2目を束ですくって、途中までの長編みを3目、引き抜く、このようにしてぐるぐるっと12段目まで同じように編んでいきます。そしてアイボリー2段、そしてブラックとブラウンは1段ずつという風に交互に糸を変えていってください。はい、5、6、7段目まで編み終わりました。そして次はこのブラウンの糸に変えていくんですけど、ちょっとこれをこういう風に持ってくるのはさすがにちょっと遠いなと思ったので一旦カットします。こういう糸は最後にとじ針で始末をしたいと思います。なのでこの黒も貯金ですね。はい、そしたらここでこのブラウンの糸に変えていきます。この糸の変え方はここと同じように、同じように変えていきたいと思います。こんな風に糸を変えたらキュッと、そして立ち上がり鎖編み3目、
このようにしてまた同じように編んでいきます。全部で12段編み終わりました。この黒い部分までが帽子のトップで、ここからここまでが帽子のクラウンになっています。それではブリムを編んでいきたいと思います。帽子のブリムはこの水色の部分を8回繰り返して編んでいきます。そして今ここ立ち上がり鎖3目あるのですが、ここはこの次のこの枠に行った時は長編み1目として編んでいってください。この帽子の図案が8分割でできているので、ここも8回 1,2,3,4 と8回ぐるっと繰り返しながら編んでいきます。ラブリブの1段目13段目ですね。全部でこの13段目、ブリムの1段目はこの長編み2目、前段の長編み2目に長編み3目一度を2つ束で編みくるみます。そして長編み3目一度を1回、長編み3目一度を2回っていう風に、ここが交互に長編み3目一度が入っていくように編んでいきます。そして全ての長編み3目一度の玉編みは間に鎖編みが入るっていう風に編んでいきます。それでは編んでいきます。まず隣に移動して立ち上がり鎖編み3目、そして途中までの長編み、これで立ち上がりが編めました。そしたらここで鎖編みを1目編んだら、また同じところを束ですくって途中までの長編みを編む、そして一気に引き抜く、鎖編みを1目、そしたら次の鎖編み2目を束ですくって途中までの長編みを3回、そして一気に引き抜く、鎖編みを1目、また次のところ鎖編み、そしてまた同じ場所に中まで はい、こんな風に編んでいきます。玉編みが2回1回2回と交互に入っていきます。そして間はすべて鎖編み1目が編み入れられています。これをぐるっと一周編んでいきます。はい、ブリムの1段目編み終わりました。はい、それではブリムの2段目14段目ですね、編んでいきます。すべての鎖編みを束ですくって長編み3目一度の玉編みを全部編み入れていきます。そして間は鎖編みを1目入れて編んでいきます。はい、それでは14段目編んでいきたいと思います。こっち今度は2段白を編んだので、次はこちらの茶色ですね、茶色の糸に変えていきます。そしたらまずここから立ち上がりの鎖編み3目、そして長編みを途中までの長編みを、そしてまた鎖編み、そしてまた次隣の鎖編みを束ですくって長編み、長編み3目一度の玉編み、このようにしてぐるっと一周編んでいきます。はい、14段目編み終わりました。次は15段目ですね。15段目は前段の鎖編みを束ですくいながら長編み3目一度の玉編みを編んでいきます。すべての鎖編みに1目ずつ3目一度の玉編みを編んでいきます。そして間には鎖編みを2目ずつ入れていくっていう風に編んでいきます。はい、それでは編んでいきます。鎖編み3目、そして途中までの長編み、鎖編みを2目、すべての鎖編みを束ですくって長編み3目一度の玉編みを1目
そして鎖編みを2目、玉編みを1目、鎖編みを2目、このようにしながらぐるっと編んでいきます。15段目編み終わりました。はい、次は16段目を編んでいきます。前段鎖編み2目を束ですくって玉編み3長編み3目一度の玉編みを2目編み入れるところ、そしてこの玉編みを1目ずつ編み入れるところを2回、そしてまた玉編みを2目編み入れるところ、そして1目のところ、というふうにこの2目編み入れるところ1目ずつのところを2回と繰り返していきます。はい、それでは16段目を編んでいきます。まず立ち上がり鎖編み3目、途中までの長編み鎖編みを1目、玉編みと玉編みの間は鎖編みを1目編み入れます。そして鎖編み1目で、また次の鎖編みは束ですくったら玉編みを1回、次も玉編みを1回、そして鎖編みを1目、これを繰り返して編んでいきます。次は玉編みを2回、すべての玉編みと玉編みの間には鎖編みが1目編み入れられます。はい、これを繰り返して編んでいきます。はい、16段目が編み終わりました。こんな風にブリムの部分が広がって編めています。はい、では最後17段目を編んでいきます。17段目は前段のすべての鎖編みを束ですくって3長編み3目の玉編みを編み入れていきます。そして玉編みと玉編みの間は鎖編みを1目というふうに編んでいきます。はい、それでは編んでいきます。最後は黒い糸に変えて編んでいきます。はい、そしたら糸を黒に、引き抜き編みの時に黒い糸にこのようにして糸を変えます。で、立ち上がり鎖編み3目、そしてすべての鎖編みを束ですくって長編み3目の玉編みを編んでいきます。玉編みと玉編みの間は鎖編み1目です。はい、こんな風に編んでいきます。はい、最後の鎖編み1目まで編み終わりました。そしたら最後は引き抜き編みをしてとじ針で端っこの糸をしまって完成っていう風になります。なのでこの内側に今こういう風に糸が出ているのですが、これはすべてとじ針で始末していこうと思います。はい、それではここの糸を使って一度始末をしてみようと思います。この始末の仕方ですべての糸を同じように始末していただけたらと思います。はい、それでは始末していきます。まずこのように糸を
かけて、この輪の中に針を入れてキュッと引き締めます。そして一旦この針を抜いて、また同じように輪の中に針を入れて、これを繰り返してキュッと固く結んでいきます。はい、そしたらこの今この横に茶色が渡ってると、この白いモールの内側が茶色になってると思うので、ここの中を通して、こんな風に糸をしまっておきます。でほどけるのが気になる方は、もう一度こちら側でも、この糸モールなので結構滑りにくくってほどけにくいとは思うんですが、気になる方はこうやってまた反対側でも結んで通してあげるとしっかりと結べるかなと思います。そして糸をチョキンとカットします。はい、裏側の糸の処理終わりました。ここは糸を渡したところなのでこのまま残ってます。これが気になる方は、まあ、毎段始末してってもらうのがいいかなと思います。で今回はモールの糸なので、ちょっとこう毎段毎段こう処理をしていくと、なんかもこもこごわごわするかなと思って、糸を休ませていく方法にしたんですが、まあ、お気に入りの方法があれば皆様お好きなやり方でいいかなと思います。はい、こんな風にバゲットハット完成です。かわいいですね。はい、いかがだったでしょうか。長編み3目の玉編みで編むバゲットハット、途中でちょっと長編み3目一度の玉編みみたいな、ちょっとごちゃごちゃっと編み方の名前を間違えて言っちゃってたんですが、正解は長編み3目の玉編み、お駆使して編んでます。なんかこのそんな風にこの図案みたいに、なんかこういろんな編む場所を編み入れるこう数を変えたりとか、もう玉編みだけを駆使してこう編んだ帽子になります。白は被るとこんな感じですね。白もやっぱり、うん、かわいい。なんかでもともと夏に編んだエコアンダリアの帽子みたいに黒ベースで本当はこっちを作ろうと思ってて、まあ、普通にここ黒ここ白みたいな感じで作ろうと思って、動画なのでちょっと黒い糸が見にくくって白で結局作って白白みたいになったんですけど、この白い部分黒でここ白でみたいな感じで編んでも可愛いかなと思ってます。いろんな編み方で編んでいただけたらいいなと思っております。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。またねー。